吉さん、初心者って結構私は有利だと思うんですよ。というのが、失敗しても初心者だから許されますよね。でも成功したら、熟練の人とか初心者を脱出した人が何か成功したよりもものすごくね、インパクトがある、褒めたたえられるわけですよ。目立つんですよね。ちょっと私の例を申し上げますと、もう吉谷さんご存知かもしれませんけども、誰が予想したでしょうか。40歳過ぎてパソコンも全然やったことがない、そんなね、毎日麻雀をやって過ごすようなちょっと落ちぶれた人間がですね、3年後に1億円稼いで一戸建てをドーンとね、でっかいやつを一瞬で買って、次の年にはなんか知んないけどね、車買ってるというね、ナイト2000、買ってるという車検代100万みたいなね、誰が予想したでしょうかっていうことなんですよ。私もね、ちょうど初心者の時があったわけですよ。ね、インターネット、パソコン、これも無縁の生活ですよ。麻雀屋ですから、朝から晩まで1日16時間麻雀やってるんですよ。どこにパソコンをやる予定があるんですか、そこへ余裕が。だから何もできないから、しょうがないから最初はね、コメント書いてました。だってコメント書くのもキーボードを打たないといけないでしょ。何よりもの練習ですよね。そしてコメントを書くっていうことは非常に簡単に見えて、2つの障害があります。1つはライブ放送を見てコメントが思いつかない、もう一つはコメント思いついたんだけども、こんなこと書いたら迷惑じゃないかな、恥ずかしいなと思ってやらないというね、気持ちの問題ということで、私は多分あの時のライブ放送で一番状況が悪かった人間じゃないかなと思うんですけども、それなりに手も足も出ない中でやれることはやりました。コメント書きまくるというね。で、コメントの乱打数では多分ナンバーワンだったと思うんですよ。もちろん売り上げは立ってないですけどね。ただあのライブ放送なり、あのサポートが終わった時、多分広島の久保ですというフレーズは多くの視聴者さんの脳みそに刻みつけられたんじゃないかなと思うんですよ、ね、でその後速稼塾の久保ですになった時に、あれ久保さんこうなっちゃったのみたいに思ったかもしれませんよね。そして私の経営していた麻雀店ですけど、今すでに当然ないですけども、その麻雀店の従業員お客さんがどういうふうな反応を私に出したか。え、久保さんなんかネットビジネスみたいなことやりだしたよと。ちょっとどうしたんだよ、テレビの見過ぎだよと。どっかのヒルズ族になるつもりなのみたいな。そしたら、いや、ヒルズ族のところに塾入ったよみたいなね。そしてすでに稼ぎ始めてる。一瞬でですよ。麻雀店経営しながら、なんかインターネットビジネス始めたなと思ったら、もうね、1ヶ月後には、なんかセミナーやって、大金稼いで従業員に給料払ってるんですよ、それで。そこからずっとキャッシュフローが、速稼塾で一人で稼いで、ネットビジネスで一人で稼いで、赤字の出てる店舗の穴埋めを全員して、みんなの授業、給料払ってたみたいなね。こんな構図ですよね。笑っちゃいますよね。だから初心者がこれをやったから、だからインパクトあったと思うんですよ。私はパソコンの本当初心者で、麻雀しかやってこなかった人生ですけども、それでも一山当てたわけですからね。だから初心者でいることとか不慣れな状況でいることってかなり有利なんじゃないかなって思いますよね。だから状況が不利であればあるほどそれを使ってくださいっていうことだと思います。